パッシュ国で活動したプロレスラーカナダ・ケベック州モントリオール出身のフランス系カナダ人。現役選手時代は NWA、アは WWF の各団体で主要タイトルを獲得し、引退後は WWE のクリエイティブコンサルタントを務めていた。15歳の頃から地元モントリオールにてプロレス工業の裏方として働き始め、 同地区で活躍していたキラー・コワルスキーに支持して1958年に17歳でデビュー。キャリア初期はプリティボーイ・パット・パターソンのリングネームを名乗り、口紅を塗ってピンクのトランクスを履き、ペットのプードルを連れてリングに登場するなどのギミックで活動した。1960年代からはアメリカ合衆国の NWA 加盟団体を中心に活動。 太平洋岸北西部では1964年から1966年にかけて NWA パシフィックノースウェイスとヘビー級王座を通算3回獲得。テキサス西部のアマリロでは1968年7月18日にサンダーボルトパターソンからブラスナックル王座を奪取。10月24日にはトーナメントの決勝でパッドコーナーを下し、 同地区認定の NWA 北米ヘビー級王座を獲得している。カリフォルニア北部のサンフランシスコでは、レースティーブンスとのブロンド・ボンバーズで鳴らし、ヒールとベビーフェイスの両方のポジションで活躍。同地区のトップスターとなり、フラッグシップタイトルである US ヘビー級王座には1969年から1977年にかけて、ペドロ・モラレス、ロッキー・ジョンソン、 グレート・メフィスト、ムーン・ドッグ・ロニー・メイン、ザ・ブルート、アンジェロ・モスカ、アレックス・スミル・ヌ・フラを破り、通算六回にわたって退官した。九百七十七年よりサンフランシスコを離れ、フロリダやアワなど各地の主要テリトリーをヒールのポジションで転戦。フロリダでは、同年五月二十日に、マイク・グラハムから NWA フロリダ TV 王座を、六月二十日には、イワン・コロフと組んで、 ジャック・ブリスコジェリー・ブリスコから NWA フロリダタック王座をそれぞれダッシュしている。アワではスティーブンスとのコンビを再結成して1978年9月23日にアワ世界タック王座を獲得。以降、マイティゴールルーファス・ジョーンズ、ポール・エラリングスティーブ・オルソのスキー、バーン・ガニアビル・ロビンソン、 全王者チームのハイフライヤーズなどを相手に防衛を続け、1979年6月6日にバーンガニアマッドドッグバションに敗れるまで退官した。わ世界タック王座陥落後、グランウィザードをマネージャーに迎えて WWF に登場。1979年6月19日にテッドデビアスから北米ヘビー級王座を奪取する。その後、 ブラジルのリオデジャネイロで行われたという架空のトーナメントに優勝したと称して、同王座を北米と南米との大陸間のインターコンチネンタルヘビー級王座と解消。この王座こそが団体の最高位のタイトルであるとアピールし、WWF 王者、ボブバックランドと王者対王者の構想を展開、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでの定期戦において、7月から9月にかけて、 バックランドの WWF ヘビー級王座に3ヶ月連続で挑戦した。1980年初頭より、ウィザードとの仲間割れを機にベビーフェイスに転向、以降は、WWF の主力選手として、ケンパテラ、ボビーダンカン、サージェントスローターらと構想を展開、フランス出身のアンドレザジャイアントともタンクを組んだ。 1980年8月9日にシェイスタジアムにて開催されたショーダウニアットシーでは、東赤ったから反則勝ちを収めている。同年10月20日の MSG 定期戦では、ダスティローデスと組ワイルド、サモアンズが保持していた WWF グ王座に3本勝負で挑戦。1本目を選手していたが、23時以降の夜間の興行を禁止するニューヨーク州の条例により、 時間切れで試合終了となり、スコアの上では1から0で勝利を収めたものの、タイトルは移動しなかった。WWF での活動と並行して地元モントリオールの団体にも出場し、アワでの旧敵バションやリック・マーテルなどと対戦していたが、WWF が全米侵攻を開始した1984年に現役を引退した。引退後は、 WWF のロードエージェントに就任、ブッカーとして試合の構成やストーリーリ案ムを手掛け、1988年から現在まで開催されているロイヤルランブルも彼が考案した。1996年には WWF 殿堂に迎えられている。WCW とのマンデーナイトオーズにおいては、当時の WWF のアティテュード路線における主要なプロデューサーの一人となり、 悪のオーナーを演じていたミスター・マクマホンの側近として時折ストーリーにも絡んだ。2000年6月19日にはハードコア王座にも体感している。2003年の RAW10 周年記念特番ではメインジン・ウォーカーランドと共に放送に問題あり賞のプレゼンターを務めた。2004年にトリプル H の起用法をめぐりビンス・マクマホンと対立、同年10月に WWE を退団したが、翌2005年5月に復職している。2020年12月2日、79歳で死去。1968年4月、日本プロレスに初来日。師匠格のコワルスキー、ジェス・オルテが、フレッドブラッシー、ターザン・タイラー、ドン・デヌーチ、アンジェロ・ポフォラと共に、第10回ワールドリーグ戦に出場。対日本陣営では、 ジャイアントババ、アントニオイノキ、大木金太郎、吉村同盟には敗退したものの、山本小鉄、星野寛太郎、三平、デューク、ケオムカからは勝利を収めた。5月7日の熊本大会では、オルテガのパートナーに起用され、大木吉村が保持していた、アジアタック王座に挑戦している。1973年12月には、ジョニー・パワーズとのコンビで、 北米タッグ王者として新日本プロレスに来日。12月7日に大阪府立体育館において猪木坂口誠二を相手に防衛戦を行った。以降も新日本プロレスにたびたび参戦し、1976年の再来日時には12月8日に横浜文化体育館にてラリー・ヘニングと組み、坂口ストロング小林の北米タッグ王座に挑戦。 1977年の3度目の参戦時には、12月1日に、大阪府立単位区間にて、初期の NWF ヘビー級王座に挑み、12月8日には、倉前国技館にて、スティーブ・ライトをパートナーに、坂口小林の北米タッグ王座に、再挑戦した。WWF 定着後は、1979年11月に、北米ヘビー級王者として来日し、 11月8日に、小樽市総合体育館にて、坂口の挑戦を受けたが敗退、タイトルを明け渡した。1981年11月には、第2回 MSG タッグリーグ戦にバッドニュースアレンと、組んで参戦、優勝候補チームのスタン・ホンセン&、リック・マードックと引き分けるなどの戦績を残したが、リーグ戦を消化することなく途中帰国している。 これが選手としての最後の来日となった。その後は2002年3月1日、WWF 発の単独日本工業、スマックダウンツアージャパンにロードエージェントとして、同行、20年ぶりの来日を果たした。ありがとうございます。